皆様こんにちは。今回は Android で USB テザリングを行う方法とその利点を解説させていただきます。 Android では Wi-Fi、USB、Bluetooth の3つの接続方法でテザリングを行うことができます。 Wi-Fi テザリングはテザリングと略して呼ばれる Android をアクセスポイントとして利用する一般的なデータ通信の共有方法です。今回ご紹介させていただく USB テザリングは Android とノート PC などを USB ケーブルでつないで行うデータ通信の共有方法です。 USB テザリングは Wi-Fi テザリングと比べると複数のメリットがあります。まずは有線でデータ通信の共有を行うため安定したネットワークが確保できるという点です。特に Wi-Fi の電波が混み合っているような場所では Wi-Fi テザリングを行うよりも USB テザリングの方が安定したネットワーク接続を行うことができます。また PC から電源も同時に供給されるのでテザリングによる Android のバッテリー消費量を気にする必要もありません。さらに USB テザリングの最大の利点はAndroid が Wi-Fi 通信でインターネット接続を行っている場合にそのデータ通信も共有できるという点です。これは例えば昨今の飛行機で導入されている機内 Wi-Fi を Android で利用しつつ Android をノート PC に接続して USB テザリングを使用すれば機内 Wi-Fi のデータ通信を Android を通してノート PC でも利用できるということになります。機内 Wi-Fi は通常接続する機器1台につき料金が発生するので、つまりは Android1 台の機内 Wi-Fi 利用料金でノート PC でもインターネット通信を利用できるということになります。 Android では通常 Wi-Fi 通信と Wi-Fi テザリングを同時に行うことができないのですが、 USB テザリングでは Wi-Fi 通信と同時に利用することができるので、こういった応用方法があるわけです。USB テザリングのデメリットは有線の接続となるため他の機器1台にしかデータ通信を共有することができないという点です。他には特にデメリットはありません。 Android で USB テザリングを行う方法は簡単です。まず Android を USB ケーブルでノート PC などと接続します。次に Android の設定を開き、無線とネットワークカテゴリからテザリングに関する項目を開き、USB テザリングのスイッチをオンにします。たったこれだけで USB テザリングによるデータ通信の共有が開始されます。 USB テザリングは通知領域に表示されるアイコンで実行状況が確認できるので分かりやすく、 PC との接続を解除すると自動で USB テザリングもオフとなるので安心です。一方で Wi-Fi テザリングはオフにし忘れてデータ容量を意図せずに使いすぎてしまうこともあったりします。テザリングは時と場合によって使い分けたり、機内では賢く USB テザリングを使うことがおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。以上 Android で USB テザリングを行う方法と利点の解説でした。